ハローハローハロー、リコリョーチャンネルのリックとリョーです。で、今回は1周年結婚記念日編です。はい、スタート。はい、5月28日は私たちの結婚記念日です。早速そう乾杯したいと思います。そう、ね、そう、1周年1周年です。いいね、そう。で、このね、これがあの杉のおちょこなんですけど、これあの結婚式の時に、うん、あの何人か友達が来てくれて、うん、その時にね、これをみんなにあげたんだよね。そうだね。で、うちらの分ももちろんあるというね。じゃあ乾杯。乾杯、おめでとう。美味しいね。美味しい。なんかこれその杉の匂いがね、すごい半端な残ってるから、うん、こうお酒が来た後になんかフワーンってね、杉の匂いもするんだよね。めっちゃ美味しい、うん、いや美味しいね。イエーイ。で、一応あの今回お祝いだから、実は朝からね、朝から仕込んだ、ね、あの頑張ってくれたね、スペシャルミールがあって、いい、まあ、なぜかというと、まあ、ちょっと外出できなくてレストランにも行けないから、うん、もう自分たちで何とかするしかないということで、うん、あの今回は朝からちょっといろいろ仕込んで、うん、あの組み立て用の夜にして、うん、あの結構大変だったんですけど、まあ、それをちょっと今持ってきます。はい、お願いします。はい。すげえな。わあ。さすが。めっちゃ綺麗じゃん。そう、これあのちらし寿司ケーキ。自分で作ったよね。もちろんあのデリバリーはしておりません。すまし汁も作って、うん、まあ、ちょっと見えないんですけど、これ傾いたらこぼれちゃうから。そうで、こんな感じで作りました。これ素敵だよね。なんか寮の誕生日の時はさ、ちょっとオーダーしたんだけど、うん、でもやっぱりまあ今回はちょっと、そうだね、寮の手作り料理を食べさせていただきますので、はい、自信満々にあの今回サービスさせていただきます。じゃあ切るね。改めてケーキカットしようか。はい、切っていい？あ、どうぞ。ちょっとあの違うアングルでご覧くださいませ。いきます。じゃあ切るね。よく頑張ったね、美味しそうね。美味しそうなんだけど、破壊しなきゃいけないという話だね。悲しいね、うん、こんなに頑張ったのに。エビだけなきゃいけないか、うん、どうぞ。ありがとう。こんな感じで。わー、美味しそうじゃん。どうぞ。じゃあニックに食べてもらいます。イエーイ。いつもこんな感じ。こんな感じ。そう、見えないけど。まあ見えないけど、まあもう崩れちゃったからね。うん、いただきます。あ、うまっ、うん、おいしいね、うん、うまい、おいしい。なんかこれ普通イギリスではさ、売ってないじゃん、ちらし寿司って。なんかお店、レストラン行かないとさ、食べれないと思うからさ、うん、この人もさ、家でも食べれるなんて幸せ。ありがとう。どういたしまして。はい、まあ、せっかくうちらの結婚記念日だから、うん、そうだね、もうちょっと1年振り返っていろんななんか思い出の話しようかなと思ってます。なんか1年どうって変わった、いろいろとかいろいろ聞かれたんだけど、結局、まあ、結婚しても1年経ってもお互いのことを考えるようになったっていうのは、うん、もう結婚する前からずっとあるから、そんなに変わらない、うん、あとはもう結婚する前にもう一緒に住んでたし、やっぱなんかそれもなんか普通に、うん、生活リズムをちゃんとできたので、うん、別にあ、もうこれも違うし、うん、これも変わったしみたいな感じではなくて、うん、書類上で法律的にはそうなんですみたいな感じだから、うん、結構大きい、大きい、そうそうそう。やっぱ多分7年前の自分だって考えられないの、やっぱ結婚とかゲイとして生きていくっていうのを決めた時に目標っていうのがあって、なんか結婚してとか子供が欲しいとか、なんかいろいろなんか自分もなんか幸せに生きたいみたいな思いがあったから、その結婚してなんか書類にサインしたじゃん。だからその時になんか、あ、すごいなと思って、多分自分が7年前想像できなかったなみたいな、そう、想像できなかっただろうなと思って、
で、ちなみになんか今つけてるこのね指輪、指輪なんだけど、こんな感じなんだけど、なんかもともとそのティファニーとかね、そういうなんかブランドの、ね、ブランドのあの指輪にしようと思ったんだけど、友達に頼むってことになったんだよね。結構友達はなんかジュエリーデザイナーやってるから、うちらにとってさ、やっぱそのオンリーワンみたいな、この指輪持ってるのはうちらだけだから、すごく特別なものだから、ツイストしてて指輪が、うん、なんかこうねじる、こうなんつうの、離れないみたいな意味があって、うんうん、あのツイストの指輪をその友達にねオーダーしたんだよね。そうそんな感じです。はい。まあ、二次会かな、二次会の時の写真があるから、それを一応も今日見て、うん、あのちょっとまとめたんで、まあ、少しちょっとまあ短いんだけど、ぜひちょっとシェアしてご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。まあね、まあね、本当に何だろう、今、まあ、見たからすごい思い出すことがたくさんあって、ね、なんかすごいあの撮ってくれた友達も感謝だし、来てくれた友達も感謝だし、なんか本当に素敵な夜だったなって、一日だったなって思うよね。なんかね、そう、当時まあ髪の毛がさ、ちょんまげだったから、ね、別人みたいな、マジで撮り直したい、本当に、ね、そう、まあでも来年もしかしたらお祝いするから、あのまたちょっと写真を吸い替えて今の自分がいいとか、まあね、でも本当になんかその時間経つのは本当に早いよね。そう、まさかなんかこの出演先がこうなったとか全然想像できなかったから、だから来年とか再来年とか、うん、もう3年後とかどうなったとか全然分からないから、それ逆にまあすごく楽しみ、うん、そう、ね、まさかあの YouTube やってるとは思ってないし、あ、そうだね、結婚後にやってるからね。そう結婚後からやってるから、その YouTube 動画はすごくなんかその思い出になってるし、うん、私たちにとってもすごく大事な、そう、なんか動画に残ってるからさ、うん、それすごくなんか感謝、ね、またその迎えてさ、そのあ、こんなことあったなみたいなね、そう素敵だよね。ね、これからも、まあ、来年も再来年 もずっと、まあ、こう僕たちちょっと、まあ、幸せな生活を送れるように、
まあ、頑張って2年も行かないといけないね。頑張りましょうね。頑張るというのは楽しくね、まあ、楽しく幸せに、うん、そう、それ一番大事だと思うからさ、まあこれからも、うん、なんかその LGBTQ 関係と、うん、あとイギリス関係と、うん、カップル関係とかねをシェアハッピーしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。あとは、まあ、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ハッピーアニバーサリー。それではまた次回で、バイバーイ。